昨日に比べるとかなり温度が上がっています。ただ気温が23度ぐらいということですから、風に出てればそうかなり、ね、過ごしやすいかなと思います。今グランドスタンドにいらっしゃいます方の旗をですね、ちょっと拝見すると、ホームストレートは向かい風ということになっているようですね。ホームストレート向かい風ということは、まあ、道路に風の抵抗を受けるということになりますので、ということは、まあ、このホームストレート上は向かい風、そして、コカ・コーラコーナー、あるいは100アール、それから300アールということになります。まあ、基本的に車というのはブレーキングをするときだったり、コーナーをするときに、まあ、進行方向を向かい風、スピードがですね、伸びにくい、まあ、正面からの風を受けているということは、まあ、スピードウェイでいうところのスリップストリームが非常に効きやすいということになりますから、それからオーバーテイクのシーン。もちろんスーパーフォーキュラの場合はパワーアップを一時的にできるオーバーテイクシステムというね、特別なそのパワーアップシステムを装備していますので、まあ、ドライバーのコントロールによってですね、好きな時間、制限時間内であれば自由なタイミングで、そのパワーアップをすることができます。まあ、それを考えるとですね、それも使いながらとは思いますが、まあ、いつも以上にホームストレートではオーバーテイクのシーンというのは向かい風であるのではないでしょうか。スーパーファイブシーズン後半戦に入ってきておりまして、これを含めて残りが4レースということになります。さあ、チャンピオン争いは徐々に人の人数が絞り込まれていく、まあ、この後半戦ということになりますが、チャンピオンの権利を残せるのはもらいます。どうぞ最後までよろしくお願いします。さあ、にぎわっておりますグリッドウォーク、今日は昼にですね、スーパーフォーミュラ大運動会ということで、まあ、還暦を迎えられたレッドタイガーをですね、ドライブするという、そんなですね、シーンもございまして、非常に盛り上がりましたけれども、まあ、そのですね、スーパーフォーミュラ、徐々にお客さんが増えてきているとは感じていますと、どんどん多いね、兄弟でね、そう、弟君が泣いちゃったのかな、お兄ちゃんは近くに行ったのでね、いやー、男の子2人に、ねえ。さあ、続いてのインタビューです。はい、7番ゲートからスタートする坪井翔選手にもスタートライブお話聞いていきます。思い出されるのはドラマチックな優勝劇を見せた第4戦なんですけれども、再びここで今日繰り返せそうでしょうか。繰り返すのはちゃんとシップやばいので、第4戦のようなレースをして、なんとかポイントを縮めたいところではあるんですけど、まあ、前回4番スタートを考えると、まあ、ちょっと後ろからスタートなので、まあ、もちろん優勝目指してますけど、まあ、トンプスと、しっかり協力し合って、まあ、自分らしいレースをして、ミスなくチームにつけたようなレースを、できればいいかなと思います。先日トンプスの50周年パーティーもありましたけれども、そういう記念すべき年にドライバーとしてチャンピオンシップ争いをしているというのはどういう気持ちなんでしょうか。そうですね、50周年続けてくることの大変さっていうのは僕にはもう計り知れないですけども、その記念すべき年にやっぱりトムスとしてはやっぱりスーパー GT もスーパーフォーミュラも、チャンピオン取りたいと、チームの人たちはみんな思ってると思うので、その期待に、しっかりと私らは応えなきゃいけないところで、まだまだチャンスがある位置にいるので、しっかり諦めて自分たちのレースをして、最後笑えるように、頑張りたいと思います。熱い走り楽しみにしてます。頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。坪井翔選手、そういえば前回のレースはね、同日優勝という、そういった、まあ、記念すべき、まあ、日本のレースでもなかなか見ることのできない相愛美さんがですね、そばにいらっしゃるではないかと思いますけれども、まあ、本当に、お互いこうね、力を出し合うこともあり、そして支え合うというような力をですね